い、どうも皆さんこんにちは。今日も北海道の雪道レビューしていきたいと思います。今日はですね、昨日の夜めちゃくちゃ雪降りまして、今シーズン一番降ったんじゃないかなというぐらいですかね。こちらの写真、まあ、大体15センチから20センチぐらいだと思いますけれども、結構降りました。まあ、ただ今年札幌は雪少なくてですね、岩見沢はめちゃくちゃ雪多いんですけれども、例年1回ぐらいは40センチぐらいはドカ雪と言われるものがパッと降るんですけれども、今年はその40センチ超えるような雪っていうのはまだ札幌で1回も降っていないので、例年と比べればそこまで多くないんですけれども、まあまあ結構降った方かなと。画面見てもらえればわかるんですけれども、結構路面も今雪が積もっていて、まあ、ただ20センチ降ったんですけれども、あの除雪車かなり入っていただいているので、走行には全く支障はないような状況です。ただいまの気温がマイナス7度ですね。めちゃくちゃ寒いです。マイナス5度超えてくるとちょっとさすがに、私もだいぶ札幌に来て皮膚が慣れてきましたけれども、やっぱりマイナス5度を超えると寒いなと思います。今朝はこんな感じで雪結構車に積もっていたので、15分ぐらいですかね、雪下ろしのブラシで車の雪を落としてから、まあ、出発と。今日から前回こちらの動画であのベルファイアのハイブリッド納車したということで、まあ、購入経緯とお伝えしましたけれども、今日からベルファイアのハイブリッドで雪道のレビュー動画をお届けできればなと思います。今まで乗っていた車はですね、まあ、FF で寒冷地仕様もついていなくて、横滑り防止装置もついていないというお車でしたけれども、このベルファイアのハイブリッドはですね、 4WD になりまして、寒冷地仕様はついてないんですけれども、横滑り防止装置がついていると。 4WD っていうのは皆さんご存知かなと思うんですけれども、まあ、4輪で駆動していくので、まあ、走破性に優れていると。発進のところではもたつかないというところですが、横滑り防止装置何かというとですね、トヨタの用語で言うと VSC って書いてあるんですけれども、雨とか雪でですね、滑りやすい路面などでこういう横滑りが発生した時に、コンピューターの方で感知をしてブレーキとかエンジンを自動制御すると、コントロールしていくというのが横滑り防止装置 VSC になります。もう一つですね、TRC と呼ばれるタイヤの空転抑制機能というものがついてまして、この発進の時ですね、主に発進の時にタイヤの空転を検知すると、まあ、駆動時にブレーキかけたりとかエンジンの出力抑制したりとかっていうのを自動で行ってくれるのもついています。なので前乗っていた車と比べるとですね、どちらかというと 4WD ですごいなというよりかは、この横滑り防止装置とタイヤの空転抑制機能がかなり働いてくれてですね、発進時のもたつきだとかタイヤが空転した時の自動制御、これかなり介入してくれていて運転楽だなっていう印象ですね。もちろん 4WD になってですね、発進時もたつかなくなったなっていうところもあるんですけれども、それ以上にこの横滑り防止装置とタイヤの空転抑制機能、こちらはかなり効いてくれてるなという印象を持ってます。今日まあ 4WD になったというところと、まあ、そこの VSC と TRC ですね、こちらの機能を試すというところで、ちょっと上り坂の多い道を取って目的地に向かっていきたいと思います。ということで上り坂にやってきましたけれども、さすがやっぱりロードヒーティングかなり効いてますね。これだけ雪降ってもですね、ご覧の通り上り坂のところに雪がないんですよね。これロードヒーティング、まあ、いわゆる床暖房みたいなものがアスファルトの中に組み込まれていて雪を溶かしてくれてると。このようにロードヒーティング入っていないとアスファルト見えないような状況になってます。で、今日は結構パウダースノー、まあ、新雪の路面ですね、パウダースノーかなり降っていて、ふかふかした雪がちょっと積もってるような路面になってるので、まあ、ちょっと発進時もたつく、 FF車だともたつくかなというような路面になってます。ブレーキの時はもちろん雪がちょっとふかふかなので食いつきが悪くて止まりにくいというところもございます。今日は 4WD ということもありますので、まあ、1本入ってですね、雪深いところに行ってですね、 4WD の性能を試してみようかなと、まあ、その辺ちょっとやっぱり安心感は違いますね。やっぱり FF だとちょっとここ登れないんじゃないかなっていうところも 4WD だと入っていけますし、多少止まったりしてもやっぱり走破性に優れているので、心の持ちようと言いますか、事前の心の準備のところが 4WD っていうのは安心感大きいかなと思います。それでは1本雪深いところ入ってみようかなと思います。まあ、1本入ってみましたけれども、なんとこの1本入ったところでもちゃんときちんと除雪がされてますね。こんな感じでそこまでめちゃめちゃ雪が積もってるという印象はないです。この先かなり急
急な上り坂ありますけれども行ってみましょうか。多分このクラスの上り坂だと多分ここで途中で止まってしまうとですね、おそらく FF だと登っていけないと思いますね。ただこの車だとこう止まってもですね、全然登っていけますね。やっぱりここ四駆はすごいなと思います。この急な上り坂で途中で止まって発進してもですね、全く問題なく全然滑ることもなく登っていけるので、これはすごいですね。これだけ雪があって結構テカってる路面なので、なかなか滑りやすい路面ではあるのかなと思うんですけれども、これでも全く発進性の問題ないですね。さらに急な上り坂になりましたけれども、ここで止まってみてもですね、全く問題ないですね。さすが 4WD という感じだと思います。 FF でも問題なく北海道では過ごしていけるんですけれども、やっぱりこういったところで不便さ 4WD だとなくなるなと。この辺はロードヒーティングが入ってますね。さすがにこれだけ急だとスタックしてしまう車もあると思うので、もともとこの辺はロードヒーティングが入ってるんだと思います。この車納車してからまあ1週間ちょっと経つんですけれども、初めて 4WD ってすごいなって思いました。まあ、平坦な道を走る分には 4WD 活用する場所なくてですね、やっぱりこういった上り坂スタックしそうな場所ですね、そちらで 4WD の走破性発進性能出てくると思いますので、納車されて初めて 4WD ってすごいなって思いましたね。トヨタのハイブリッドシステムの E4 と呼ばれる 4WD システムですね。こちらの動画の方でも 4WD の種類については詳しく解説してますけれども、スタンバイ式と呼ばれる 4WD システムになってまして、まあ、いわゆるあの生活 4WD と呼ばれるタイプですね。通常の時は FF で走って滑った場合はリアタイヤも駆動をして 4WD になると。なのでフルタイム式と比べると燃費もそこまで悪くはならないですし、大抵のミニバンはこの 4WD の方式になってます。まあ、坂道での発進性能とか考えたらこのシステムで全然十分かなと思いますので、そこまでフルタイム式にこだわる必要はないのかなと。特にこの E4 っていうシステムは時速30キロぐらいまでリアタイヤが駆動して、で機械式と違ってですね、そのモーターが瞬時にトルクを伝えるので、スタンバイ式の中ではかなり優秀な部類になると。ただスピードが上がってきた場合ですね、リアタイヤは駆動しないので、エンジンブレーキを使った場合もリアに制動力がかからないと。なのでフルタイム式と比較するとちょっと安定感落ちるかなというところはありますが、ただやっぱり雪道で一番困るのって上り坂の発進だと思いますので、まあ、その点で4つのタイヤが使えるっていうのはやっぱり、まあ、FF とは全然違った安心感があるのかなと思います。まあ、先ほどもそうだったんですけど、あの急な坂道でですね止まって発進するっていうことは、まあ、そもそも前の車では、まあ、やろうとも思わないですし、まあ、やったとしてもおそらく登れない可能性非常に高いかなと思いますので、まあ、そういう意味でやっぱり 4WD あった方が便利に越したことはないかなと。ただ前の動画でもお伝えしている通り、 FF だからといって北海道で全く生活できないっていうわけではないですね。あくまであった方が便利だなというレベルではあります。そんなにあんな上り坂にこう直面することってないので、上り坂があるような住宅に住まれている方は 4WD じゃないとちょっと不便かなと思うんですけれども、普通に平坦なところに住んでいる分についてはですね、そもそも上り坂に遭遇する場面ってなかなかないので、まあ、そういう意味で、まあ、北海道に住んでいたとしても、まあ、FF でも全く問題なく生活はできるかなということは、まあ、今までの動画でもお伝えしている通りです。はい、ということで今日は初めてこのベルファイアのハイブリッドで雪道動画レビューしてきましたけれども、今後もこの 4WD と横滑り防止装置ついた車で雪道レビューしていこうかなと思いますが、今日2月末ということでもう少し雪は降るかなと思うんですが、だんだん冬も終わってくると思いますので、また雪が降った時には雪道動画アップしていきたいなと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。